マイネルグリッドは日本の競争馬。主な勝チクは2019年のコクラ2歳ステークス。馬名の意味はカンムリ名投資。2017年3月21日、北海道ニーカップ町のビッグレッドファームで誕生。一口場主法人、ラフィアンターフマンクラブから総額1600万円で募集された。立党、吉田直弘9社に入級。7月20日。 中京芝1600メートルの新馬戦でデビューし、直線で外から差し切って、ウ陣ンを飾る。初戦で折り合い面に課題を見せたことから、2戦目は距離を短縮して、フェニックス賞に出走。直線で追われてから左に刺さる場面を見せながらも、勝利し、デビューに連勝とした。3戦目は再び中2周で、小倉2歳ステークスに出走したが、 過去2戦で起乗した和田隆二がトリプルエースに起乗のため国部優作が手綱を取り、道中行為を追走の後4コーナーで徐々に進出し、直線では激しい追い比べを首させして無傷の3連勝での重傷制覇となった。芝、ダート問わず1200から1400メートルの距離を中心に使われているものの、2021年9月時点で、 どのレースも馬券圏外となっている。以下の内容は、netkeiba.com およびヤビスサーチに基づく。ありがとうございます。